じゃあこんにちは、さあ豊さん、22日、今週土曜日からいよいよ日本シリーズが始まります。10月22日といえば豊さんの誕生日、ハッピーバースデー、そう、記念すべき日ですね。そうだよ、まあ、見てる場合じゃないんだみんな見てる場合じゃない、もうヘベレケになってなきゃいけない酔っ払ってね、酔っ払って、あ、まずその前にですよ、はい、豊さん、クライマックスシリーズファイナルステージを当てました。当てたけど、はい、ファーストステージは全滅だったんだよね、はい、そうですまあ全滅だったんだけど、はい、日本シリーズな、はい、さあそうです、日本シリーズですけれども、まあ昨年は4勝1敗で、はい、まあ、ヤクルトの勝ちと言って、ね、うん、まあ、その時は奥川、高橋奎二が絶好調で、はい、山本に負けなかったというね。そうですね、俺さ、はい、やっぱこう対比してこう考えていくんだよね、うん、例えばピッチャー山本、エース、はい、小川、どっちが上、山本投手、山本投手やね、はい、キャッチャー、うん、若月、中村、はい、中村選手、中村だよね、はい、ファースト、オスナ、はい、頓宮、はい、オスナ、オスナだよね、はい、セカンド、山田、足立、はい、山田選手な、サード、村上宗、村上選手、長岡、紅林、はい、長岡選手かな、な、はい、吉田正尚、はい、山崎、これ吉田正尚選手、うん、でセンター、はい、福田、うん、塩見、塩見選手、うん、でサンタナ、はい、まあ、ライトに誰が入るかな、中川、あ、サンタナ、サンタナだよね、はい、あ、でも、あ、そうか、2人しか、なんていうの、うわ、まあ、あ、いいだろうなっていうのがいないんだよね、オリックスは。あ、ただピッチャーは、まあ、小川と山本、はい、山本だよな、はい、でサイスニード、宮城、宮城か、私なんか宮城投手と思ってた、まあ、宮城でも、はい、で田島、高橋奎二投手、まあ、高橋奎二はあんまり投げてないからな、うん、あれだけども。で4戦目がこれ言われてるのは原樹里投手と山岡投手かって言われてるんですか。山下来るんだよ。あ、山下投手、うん、ここで山下が来るか石川が来るかだと思う。お、俺原樹里は中に入れるような気がするな。あ、まあ、良くなかったですからね、うん、打たれてて。だからそう考えると、はい、俺は、うん、まあ、ヤクルトって考えるんだよね。豊さんは、まあ、ズバリもうここで、ね、最初出ちゃいましたけど、ヤクルトの方が有利。ズバリ、ズバリお前お前が誘導してその言わすようにしてるんじゃん。私オリックスだと思ってたので。あ、みんな大半は多分オリックスっていう風になると思う。これは何でかっていうと、はい、やっぱり山本が負けないだろうって思うからね、うん、はい、昨年もオリックスが多かったんだ、はい、それなぜかって言ったら山本が負けないっていう、うん、でも負けないにしても勝てなかったという、はい、ね、うん、俺は、まあ、勝敗まで行くと大体さ、はい、4勝1敗とか4勝2敗とか、うん、大体あ、フルは戦えないだろうなっていうのが日本シリーズの最近の予想なんだけど、今回は4勝3敗だと思う、はい、うん、あ、フル行きますか。フル俺は行くと思う。それはなんでフルだと思う。やっぱり山本が勝つよ今回は、はい、でも他は苦しむと思う。宮城にしたって昨年の宮城と今年の宮城って全然違うもん。やっぱり去年の方がっていうこと、うん、それとヤクルトのやっぱ緻密な計算されてる、うん、まあこれは野村監督が監督を引き受けて、はい、でそういうミーティングだとかデータの取り方だとか、うん、そういうのを注入していった。それがまだ伝統的に残ってるんだよね、うん、だから7戦振るって考えた時に第1戦はこういう戦いをしていかなきゃいけない、このピッチャーに対してはこうしていかなきゃいけないと、はい、そういう緻密なことをやってきそうな感じがするし、うん、それをできる野手がいるんだよ。ああ、ヤクルトそうですね、うん、ね、そっか。だから俺はヤクルトが4勝3敗でいくんじゃないか。やっぱね、最後はね、ここ一番で打てるか打てないか。例えば4勝3敗でいくとすると、フルでいくと最後もう一回初戦で投げたピッチャーを持ってこれるじゃないですか。あ、第6戦にね、はい、最後そうなると、で最後は宮城とサイスニードになると思う。ああ、最後が、うん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 、第6戦が第1戦に行ったピッチャーがいける、ね、うん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 、そうかそうか。だからそれは持ってこれるよね、持ってこれるけど、はい、山本には負ける計算でいてもいいと思う。2敗は OK っていうことですね、うん、ヤクルトは。であと他のピッチャーのところで山岡投手がファイナルすごくいいピッチングをしたんですけれども、それどうですか。
山岡投手ではいいと思う、うん、すごい好きなピッチャーだし、はい、俺はいいと思うけど、ただやっぱり完投能力がないね。まあそうですね、今はね、はい、で、あの時はもう飛ばしていったからさ、はい、もうとにかく抑えのピッチャーみたいに1イニング1イニングを切って投げてるっていう感じがしたから、はい、だから中島監督もパッと打たれた時に打球がね足に当たった影響もあって、はい、マウンドに登ってきて牧原と柳田に連打されたんだよね、はい、まあ、パッと変えたけどさ、まあ、正解だったけどね。だからそうなってくると中継ぎの負担が大きくなる。うん、俺のね決め手はね、例えばポジションでさっき言ってたね、うん、まあ、一番福田と塩見どっちと、お前監督だった塩見どうだよな、はい、2番宗と山崎どっちと、うん、ああここはな宗選手、あでも山崎幸太郎、俺は山崎取る。あやっぱ2番としての機能が買う、はい、3番、はい、中川と山田、山田哲人選手、俺は中川買う、ここは。ああそうなんですね、うん、今年の鉄道っていうのは、うん、あんまり買えない。4番吉田正尚と村上、村上選手なんで、やっぱりその一発だったり、あのスライディング見ちゃうと気迫バッティングは双璧だというふうに言うとちょっと村上には失礼かもかな。56本打ってるわけだから、うん、でも走塁が全然違う、やっぱり。あ、そうなんですか。いや、それは村上の方が全然上だ。そっか、ね、で、5番、はい、西野、うん、オスナ、オスナ、ね、はい、中村、杉本、中村選手かな、今シーズンで言うと。そうだね、はい、まあ、長打って言ったら杉本とかも、はい、だからそうやって考えていくとさ、やっぱりこう野手っていうことを考えると完璧にやっぱりヤクルトなんだよね。そうか。それとこれはどう出るかわからないけども、はい、経験値っていうのはこのクライマックスシリーズからずっと見てきて、矢野監督が4年連続出てる、ね、その選手を率いてる、で久しぶりに出てきた DeNA、これはね、やっぱもう経験値の最後差だったと思うんだよ、うん、監督が第一線を落とす今永で、これもやっぱり経験値の差だと思うんだよね、うん、やっぱ経験値っていうのは目に見えないもんだけど、ものすごくね大切なことだと思うんだよ。でオリックスは来年優勝したら、はい、今年まだ終わってないけどね来年優勝したら、はい、俺はオリックスが日本一になると思う、うん、相手がどこであれ、だけど今年は宇田川、今年の途中から出てきた山崎颯一郎、はい、これも先発から中継ぎに回ってきた、うん、やっぱねこの日本シリーズっていうのはね経験値が生きると思うよ、うん、それを全部経験してるヤクルトのあの選手たちっていうのは俺は強いと思うよ、うん、そんな牙城は崩れない。それ確かに去年の日本シリーズでもそんなことが言われてて、やっぱりヤクルトが例えば優勝を知っている青木選手だったり石川投手、青木は初優勝だから、あ昨年が、そうなんですね、うん、あなんかもっといたような気がした。いやだからそのメジャー行ってるからね、あ行ってるから、うん、例えばベテランのそういう選手がいて、あと代打に川端選手がいてとか、うんうん、そういうその層の厚みっていうのもあるのかな、うん、それは野手でしょ、はい、で野手はもう花からやっぱりヤクルトに軍配が上がってるわけだよ。だからピッチャーなんだ問題は。そうか、だからピッチャーの中で、まあ、確かに球の勢いだとか、はい、そういうのを考えるとオリックスがもう1枚も2枚も上手だよ、うん、でもその経験からなせる技っていうのがあるわけだよ、はい、早いだけではさやっぱデスパイネにホームラン食らうようなことになるわけだよ、うんうん、はい、もうあれは完全に酔っちゃったからね自分に。160キロ投げて、ね、あこれはまっすぐでいけると思った時に返り討ちにあったわけだから、うん、だからそういうことが起きることがやっぱ経験値の薄さなんだよ。あそういうことなんだ。だからそのヤクルトの投手陣は慎重に慎重を重ねていくタイプが多いんだよ、うん、やっぱ高津監督っていうのがリリーフからまあ抑えやったりとかいろいろしてたから、まあ、ここら辺は徹底した教育がなされてるわけよ、ね、受けるリードが中村、うん、確かに華やかで強そうなのは山本がいて吉田がいてみたいな、うん、勢いがあってみたいなね、で球も速い、それはオリックスが行きそうな感じがするんだけど、うん、俺はヤクルトがしぶとく戦うと思う。緻密さとかっていうことですもんね。これね第一戦見といて、山本と多分小川が来ると思う、はい、山本が100球を何回で迎えるか、ゆたくさん的にはその100球を何回で迎えたらいける、100球何回で迎えたら5回、あ、ま
すごい、5回で迎えて120-30球、はい、あんまりね山本を変えないよ中島監督は。これなぜかというと山本では落とせないんだよ、うん、でリリーフを使って同点されて負けた試合があるんだよ。それを教訓に山本は引っ張れるだけ引っ張るんだよ、うん、で直結で抑えに回していくんだよ、阿部とか、はい、ワゲスバックとか、うん、ピラノとかね持っていくんだけども、だからそこの8回までに何球投げさすか、この何球投げさすかっていうことが第6戦に響いてくる。あ、だそこをヤクルトは考えて戦うって、だ、いわゆるだからこの1戦はいいからって、うん、とにかく粘れって、うん、とにかく三振してくるんだって、うん、とにかくファールできるやつはファール全部しろというぐらいの戦い方をする。だから第7戦丸々考えて戦うと、ヤクルトこのシリーズは。ということは第1戦目がすごくキーになってくる。だから負けてもいいんだよ。だから山本に何球投げさせてるかっていうのが勝負のポイントになるこのシリーズは。だから5回で100球ぐらい投げさせたらもう御の字ってことだから100球を投げて5回で中島監督が下ろして、うん、その試合を勝てるようだったら、はい、これはオリックス有利になるけど、これが8回120-30球投げたら第6戦にものすごく響いてくる。そうなんですね、うん、だから1勝1敗っていう形になるかもからね山本は。あ、そうですよね、うん、その第6戦で決まる可能性もあるし、もちろんそうですね、うん、ヤクルトが勝つっていう可能性も。だからそういう戦い方を俺は高津監督はやってくると思う。高津監督はね奥が深いから、いやもう見ててね面白いんだそうやっぱ野村監督から引き継いでるものなんですか。まあ彼のセンスだと思う俺は。野村監督がうんぬんじゃなくてセンスだ。だから木澤を9勝させたっていうのも、はい、高津監督じゃなかったら俺は絶対ありえなかった、うん、うん、だからそこまで考えた。ただ中島監督もこれはね大胆な作戦取る、はい、だからここはやっぱこの駆け引きっていうのがね面白いなと思って見てるんだ。去年と同じカードですからねこれ面白いですよね。だから徹底したミーティングをしてくると思う、まあ、あと去年ヤクルトは奥川投手がいたんですけど今年はまあいないと、この日本シリーズに。それはそんなに響くことでは。いや、いないものを計算に入れて、うん、悔やんでもしょうがないっていう、うん、勝負はね、はい、いないもんはいないもんとして考えるしかないし、うん、だからそんなことは痛いもかゆいも言ってられないし、うん、はい、それはいないもんとしてもう計算してるだろうから、うん、その中から勝算を見つけ出そうとしてるわけだから、うん、まあそうですよね。あとじゃあこうオリックスが勝つには豊さん、例えばこの選手がキーポイントになってくるとか。それは吉田に勝負を挑んでくれることだよ、うん、で吉田が打つかどうかだよ。あ、じゃあ吉田正尚選手がキーになる。だから俺は避けられると思ってるからね、徹底して避けるか。だから日本シリーズで吉田正尚ウィークポイントが見つかってないよねまだ、はい、だからパリーグの中では王様みたいな、うん、絶対ヤクルト見つけてくるから徹底してそこ攻めてくるから。だから吉田正尚の苦手っていうところは分かる今回の日本シリーズ。今回の日本シリーズ、あ、それも、それは村上もそう同じことが言える、はい、ね、ただ村上は勝負避けられてもオスナがいる、はい、吉田正尚が勝負を避けられていないんだよと、うん、作らないと。いや杉本が調子いいよって、うん、杉本は1シーズン調子悪かったんだよ、はい、そういう選手って俺も経験があるけど、はい、良くなったなと思ってもすぐその波を逃がすんだよね。サーファーでいうさ、はい、いい波が来たって、うんうん、ね、どんどん波来るじゃないかっていう選手と、はい、波に恵まれない選手っているわけよ、はい、杉本が今年そうなんだよ、うん、良くなったなと思ったらすぐダメになるんだよ。その波を繰り返しての1年だから、はい、クライマックスファイナルステージで良かったけども最後打てなかった、はい、4タコ次もダメ。そうなってくるともう逃してる可能性がある、その波を、うん、だから俺はあんまり今年の杉本は信用してないというか、うん、まあ、昨年はね吉田がいない時にココン君ともう杉本が助けてたっていうことがあったけど、うん、でも今年1年杉本なしで優勝できたっていう中島監督の采配っていうのはすごかったと思うね、これは。ただ杉本に頼れるかっていうと俺はあんまり頼ってないと思う、うん、最後まで信用したいとは思ってるはずなんだよ、はい、だけど頼りになるかっていうと俺はちょっと不安だな。あ、そうか。オリックスがやっぱそう勝つには吉田正尚選手が打てるかどうか、だから勝負できる状況を作れるかどうか、うん、逆にヤクルトが優勝するためにはこれは、まあ、打線は、ね、ある程度打つと思うよ。だからあとはピッチャーだよね、うん、
か、ピッチャー、うんうん、要するに接戦に持ち込むという、うん、まあ、ヤクルトはね、接戦でも、はい、打ち合いでも強いんだよ。強いですよね。でも打ち合いになったらどっちが有利かというと、やっぱりちょっとヤクルトの方が有利だな、うんうん、そうですね。でもこっから、まあ、日本シリーズ始まったら、また豊さん毎試合毎試合速報的あげるよ、もう飽きないで見てよ、ね、あ、そうですよね、あげる、あの俺の予想も、はい、まあ、いろいろ賛否あるだろうけどあの徐々に上がってきてるからな波が波があんまり長く続かないけど、でも波はこう上がってきてるから、ね、あ、今いい波乗ってるところですよ。いや、乗ってんなぁ、なんかですよ、まあ、降りてきてるもんな、来てる、来てますよね。いや、だけどお前あれだよ、うん、今年のセリーグ、はい、ね、優勝は、うん、あの DeNA、 2位が中日か、中日でしたっけ、あ、中日だった、はい、で3位がヤクルト、ヤクルト、うん、まあ、2チームエクラスが入ってるんだよね。あ、まあ、そうですね、3分の2の確率で、そう、ね、うん、でパリーグは、うん、あの西武、うん、楽天、はい、あ、ロッテだったかな、ロッテボロボロやったな。もう当たってんのか当たってない。言うんじゃなかった。言うんじゃなかった。思い出すんじゃなかった。なんか気持ち悪くなってきた。いや、本当ですよ。後味悪くなってきた。でも今年の日本シリーズは4勝3敗で。こけてる。4勝3敗で。はい、ヤクルトというふうに予想します。はい。